ちは、スタッフの原です。本日私がご紹介させていただくお花なんですが、室内用のシクラメンです。今店内の方はすごくシクラメンでいっぱいになっております。特に目を引くのがこちら、ブルー系のシクラメンで、ブルージュエリーと言いまして、今3鉢あるんですけれども、花の形とか色がちょっとずつ違いますね。こちらすごく珍しくてお勧めしております。あと、こちらチモって言いまして、花びらが八重になってます。普通の花は一重なんですね。花が大きかったり花びらが多く見えても一重が多いんですが、こちらは、チモは、八重になっておりまして、おしべが花びらに変化しているものなんですね。なので、花粉が出ないっていうのもありますし、花持ちがとてもいいです。長いですなのですごく楽しんでいただけます。こちら、花びらがピラピラしてますね。ただこうピラピラして花びらも大きいんですけれども一重です。で、こちらのフェアリーピコットが、こちらもチモと同じで、花が八重、花びらが八重になっています。嫌になってるっていうことは花持ちがすごく長いので、長く楽しんでいただけるお花ですね。あとは、こちらは、上から見てもらうとすごく綺麗ですけれども、この白いところが、お花の萼になります。萼がちょっと普通のシクラメンよりも大きいので花びらがこう上がりにくいですね。だから花がすごくボリュームが出て大きくボリュームあるようにあるのですごく見栄えがします。でこういう、額が大きいタイプもいろんな、メーカーの種類が違うんですが、タイプ花びらが、丸いのからちょっと尖ったのとかいろんな種類があります。こちらはすごく大株なシクラメンですね。一般的なシクラメン、本当に店内にたくさん、シクラメンの方がありますので、年末に向けてのプレゼントだったり新年の、プレゼントなんかにもおすすめしておりますので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。 LINE でレモンズガーデンと友達になりませんか？お友達登録していただくとレモンズガーデンから最新の情報をたくさん配信しております。でその中で、レモンズガーデンのグループに入っていただきますと、さらにコアな情報も配信させていただいております。ぜひ友達登録をお願いします。と YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。